はいどうも、ランニング食堂です。本日は、アルペングループオリジナルブランド、ティゴラの2023年秋冬コレクションが公開されましたということで、ティゴラ大好きランナーとしてはですね、これはちょっと見逃せないなと思って、紹介したいなと思います。まあ、一通りアイテムを見つつ、なんかこれおすすめできそうだなっていうものは、紹介していきたいなと思います。まあ、ティゴラ、知らない方、まあいないかなとは思うんですけど、アルペンですね、スポーツデポとかの会社なんですけど、まあそちらがですね、お求めやすい価格帯、結構安い値段でスポーツアパレル、ウェアを展開しているブランドになります。まあ僕自身も結構動画でも紹介してたり、あと一度、丸尾製作所としてタイアップしていただいた経験もあったり、まあ学生の頃からお世話になっているってところもあるので、とても、馴染みのあるブランドとなっております。早速、アイテム一つずつちょっと見ていこうかなと思います。まあ今回はコンセプトが光と走れ夜を照らせということで、夜ランとかで使えるようなこうリフレクト機能的にはこうリフレクターを採用しているモデルが多いのかなと思います。全部でメンズはアウターが4つに、ベストが2つ、ロング T シャツが2つ、パンツが4型と。なっています。それぞれちょっと見ていこうかなと思います。まず一つ目、サーモライトハイブリッドパデットジャケット。まあ、ダウンジャケットみたいな感じかな。高機能保温中綿素材サーモライトを使っている、まあ、ダウンっぽいものですね。非常に冬でもあったかく着れるアイテムとなっております。今僕、金沢に住んでて、まあ、金沢で結構ランニング、仲間が少しずつ増えてきてるんですけど、まあ、皆さん口揃えて言うのが、金沢は雪降って、なかなか走れないから、寒くて走れんよ、ということをよく言われます。それを考えると、こういった結構、まあ、東京とかだとね、結構薄い、テロテロの、ジャケットに、まあ、ヒートテック1枚着て走れば問題ない。買ったんですけど、まあ、こうやって寒い地域に引っ越してきた時に、とてもちょっと魅力的に感じました。一着こういうしっかりあったかいみたいな、ジャケットは持っておくのはいいのかなと思います。結構嬉しいポイントが、ティゴラのロゴですね。ロゴが結構ちっちゃくというか、もう拡大しないとわからないぐらい同系色。黒の生地に黒のロゴ。で、ネイビーの生地にネイビーのロゴ、白の生地に白のロゴ入れてくれてるので、これなんかブランドバレするのが嫌な方にはとてもいいポイントなんじゃないかなと思います。で、お値段が8499円ということで、まあでも結構機能的だもんね。普通に多分こういうしっかりあったかい系のジャケットを、まあ有名メーカーで買おうとしたら、おそらく1万5000円ぐらいは、出さないと買えないかなと思うんで、まあそう考えると半額で、このしっかりあったかいアウター、機能的なアウターを購入できるっていうのは嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。で、画像を見てる感じでも、まあなんかそんなにこうぼってりしてないというか、しっかりスタイリッシュに見えるっていうのはいいポイントなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次。アウターから先見ていきましょう。次、ライトウォームジャケット、OCTA 仕様となっております。OCTA、オクタって読むのかな?特徴としては、非常に軽くて、吸水速乾に優れて、遮熱性があると、しっかりとした機能性のあるものみたいですね。これちょっと買ってみないと、まあ、その性能っていうのはわかんないんですけど、面白そうですね。同じくこれも、ブランドバレしたくない方には嬉しい、ブランドがわかりにくい作りとなっております。まあ、結構普通めなものかな。個人的には、こういったウィンドブレーカー、ランニング用の、ジャケットは、襟元がこうあるものはあんまり好きじゃないんですよね。もしこう襟元まであるんだったら、個人的にフードタイプの方が好きなんですけど、まあフードあるとちょっと邪魔っていう方もいるのかな?パタパタするし。だから個人的にはこの襟元がこうクッと立ってるような、デザインのものは、首周り、顎下っていうのかな?顎下結構ニキビができやすいんで、
そういった意味では僕はちょっとこの襟元のこうスタンドネックはあんまり得意じゃない。まあこれ買うんだったらさっきのフードのアウターの方がいい気がするね。うん、あっちの方がなんかダウン生地っぽ、ダウンっぽい形であったかそうですし。で、こちらはライトウォームジャケット7999円となっております。カラーの展開も含めて多分向こうの方が売り出したいものなんじゃないかなと思います。カラー3色展開なんで、さっきのフードのダウンジャケットは。こちらに関しては1色のみとなっているので、まあ、カラー展開から見ても、おすすめはハイブリッドジャケット、中綿ジャケットなんじゃないかなと思います。はい。で、次。個人的にこれね、ちょっと欲しいなと思ってるのが、こちらのベストですね。はい。ベストはですね、ナイキで、なんか、中綿が入ってるようなベストを使ってたんですよ。普通のテロテロのジャケットに、その中綿のベスト、中綿付きのベスト着て、関東で冬走ってる時は、走ってたんですけど、それがですね、結構、使いやすくて、ベストなんで結構体にピタッとひっつくんで、そういった時に、ポケットにスマホ入れても、あんまりね、ストレスにならない。スマホが、揺れたりしにくかったので、まあ、結構その影響もあって、こういう中綿ベストは気に入っておりますというところで、これは要チェックですね。僕も一着多分買いに行くと思う。あ、でもこれもう売ってんだ。ちょっと行ってみようかな、後で。はい。まあ、そんなサーモライトハイブリッドパデットベストでございました。さっきの中綿ジャケットのベストバージョンと、いうことですかね。はい。まあ、ポケットはサイドに一つずつあるぐらいで、まあ、どれも一応、この、ジップの、横に、おそらく光、反射するような反射材、反射板がついてるので、まあ、視認性、夜でも快適に、安全に走ることができるというようなものですね。個人的にこれ結構、熱いアイテムですね。はい、次、ロングスリーブ。ロングスリーブは2点あって、あ、これはなんかあれだね、結構シンプルなロンティーだね。うん、まあ、なんか特段なんとも言えないけど、ロンティーもあったら嬉しいよね。持ってない方はロンティーいいかもね。まあ、ロンティーは僕あんまいらないかな。はい、そんなロンティーです。はい、次、パンツ4型ですね。サーモライトハイブリッドパテットパンツと。こちらは中綿ジャケットのパンツバージョンとなっております。なんかこういうの最近というか、ここ最近で一気に増えたようなイメージがありますね。あんまり下半身というか、パンツにあったかさ求めてないので、購入したことはないんですけど、まあ、価格が7499円と、まあ、手頃ではないけど、この機能的なパンツにすると多分安いんだと思うんで、そういった意味では手に取ってみたくなるような気はします。まあ、金沢の冬がね、どれだけ寒いかちょっとあれなんですけど、どうしても金沢の冬、もう結構冬はね、タイツにハーパンとかで走ったりするので、あんまりこういうガッツリあったかいパンツみたいなのは履いてなかったんですけど、金沢の冬が、まあ僕の想像以上に寒いようであれば、一着買い足すかもしれん。はい。はい、次。ハイブリッドグリッドフリースロングパンツですね。形は多分さっきのやつと同じですね。素材が違うのかな？さっきのやつは中綿入り。で、こっちは、フリースを使ってるものみたいですね。冷気を受けやすい太もも部分は、防風フィルム加工のウーブン生地。汗をかきやすい後ろパンツはグリッドフリース。背面はフリース素材になってんのかな？まあでもこの辺はね、ちょっと写真じゃわかりづらいんですけど、一応機能的になってるみたいですね。はい。まあこれもどっちかというと、こう、あったかさを重点的にしているモデルなんかなと思います。まあどちらかというと僕はこっちの方が気になるかな。はい。中綿のパンツってあんまり欲しいなと思わないので、こっちはちょっと気になる。まあ、そんな形でパンツは2型と。あ、4型。2カラーずつの4型となっております。はい。まあ、メンズで気になったのはやっぱダウンベストですね。
ハイブリッドベスト、中綿ベストか。はい。これはちょっと、気になる。で、もう発売してるみたいなんで、時間あれば見に行ってみたいなと思います。はい。ということで、ティゴラの、新しい、冬のモデルが発表されたということで、なんかこう画像を見てる感じでも結構おしゃれというか、なんか派手すぎないっていうのが個人的にはいいなと思いました。シンプルな方がね、やっぱ使いやすいし、誰にでもおすすめできるので、個人的にはこれはね、お得な情報なのかなと思いました。何か、店頭見に行っていいなと思ったものがあったらですね、また購入して動画でレビューしたいなと思います。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。